キチャンネル。ちょっ、さあということで交流戦終わりまして、セパね、リーグ再開でございますということで、交流戦がない、まあ1回1日ね、日本ハム対阪神戦ありましたけども、4回で総チェックやんなくてよかった、ほんと楽だったですけど、なんともう終わりました。また今日から総チェックね、しっかりやっていきましょうということでね、まあリーグ戦再開してね、どうなるのかね、だいたい初戦はね、各チームね、まあ全チームじゃないですけども、エース候補ね、エースクラス、まあもしくはローテーションね、変えたくないっていうところはあるかもわかりませんけども、しっかりね、金曜日にぶつけてきて初戦ね、どうなるのかっていうところのね、試合展開になりましたけども、まずはパリーグからオリックス対西武、2対0でオリックスの勝利というところで、オリックス先発エスピノーザ、8回116球、4安打3四球無失点というところで、完璧なピッチング。ね。で、9回、マチョとか出てきて、しっかりね、ピンチは作るけども、抑えてセーブと。で、西武先発今井、8回109球、4安打9三四球無失点というところで、クピチ。ね。これで攻められてもたまったもんじゃないっていうね、打線でしょうっていうね。まあ、その中でオリックスはね、初回、先頭茶野がスリーベース、森三振するけども、ワンアウト三塁から太田がね、一塁線を抜けていくね、ライトタイムリーツーベースで1点先制っていうね、ところで1点取るんだけども、その後、ワンアウト二塁からね、西川がセンター前ね、まあ、センター前っていうかセンターフライ、センターライナー気に打つんだけども、セカンドランナー太田がね、打った瞬間にゴーして、戻りきれずダブルプレイ。アウトカウント間違えてないよね。まさかだよね。初回の3番バッターで、ワンアウト三塁で回ってきてタイムリー打って、アウトカウント間違いないよね。あれ、アウト、打球判断、あれ、やばいよ。マジで。大爆。ほんと。で、一気にね、複数得点っていうところもね、あったかもわかんないんだよね。で、2回もね、2つのフォアボールでワンアウト一塁チャンス来るけども、まあ、杉本若月連続三振っていうところで、まあ、今井もね、初回失点しながらも、その後しっかり抑えてね、被安打4だからね、攻められないよね。で、まあ、8回にね、ツーアウトから森がホームラン打って、まあ、この1点はね、オリックス取ったらね、めちゃくちゃ大きいホームラン、グッバッて、だったかなと思います。まあ、西武としたらね、もう、攻めてなし。まあ、唯一で言えばね、この5回ね、先頭、長谷川センター前ヒット、7番、小田がね、小玉が送りバントを決めて、で、小川のピッチャーゴロをね、ピッチャーエスピノーダがグラブでね、弾いてちょっとね、打球、タイミング合わなかったのかな。で、ワンアウト一三塁になって、源田がね、ここで、ツーボールからね、スクイズ。これをファー。いや、源田だったらやっぱ決めなきゃいけないよね。あの別に大きく外せたわけじゃないしね。まあそれをね、ファールして、で、結局ね、サードゴロ。で、しかもこのサードゴロね、三塁ランナー長谷川が、三本間に挟まれて。で、ここね、オリックスのね、ランダープレイも良かったよね。サードからキャッチャー投げて、サードすぐアウトでね、ランナーを進塁させなかったっていうね。で、その後奥村もね、三振っていうところで、まあ唯一の、もう唯一のチャンスここだからね。だからもうそれはあれはもうすごい絶対決めなきゃいけないよね、源田はね。まあ、それをやっぱ決められないところがね、まあ、そういうところにね、実績あるベテランとかね、実績ある選手が引っ張っていかないところを引っ張っていけきれない打線っていうところがね、まあ痛いよね。まあ2対0ね、オリックスを完勝でございました。オリックス対西武、4対2で西武の勝利ということで、西武先発隅田ね、7回109球、7打3無四球1失点というところで、素晴らしいピッチング、ピッチング、ね、腕も振れて、しかもね、若干ね、体1塁が3塁側に倒れるかなと見せかけて、頭振らないからね、これがね、またフォームがね、安定してるところだから、高橋奎二のこの隅田のね、頭振らないフォームね、真似してほしいよね、力感あっても腕しっかり振れて、軸はぶらさず頭振らないっていうね、非常にバランスも取れたピッチング、ね、オリックス先発、斎藤京介、4回68球、4安打1三振、4四球4失点、このフォアボール痛いよね、初回もね、先頭、西川がライトツーベース、で、竹澤吉郎、送りバンドを決めて、栗山がね、ライト犠牲、これはこの1点ね、先制、非常に良かった。で、3回にはね、西川、そして栗山、フォアボールで、ワンアウト一塁から、岸のところね、もうストライク取りに行っちゃって、レフトスタンドでね、スリーラン、きちっくぱって。これも一気にね、これ一気に決まったかなっていうね、ところもあるけども、まあ、西武からすると、このね、6回、ワンアウトからね、小玉がスリーベースで、ワンアウト三塁から、この古賀のところでね、やっぱり1点取らなきゃいけないね、ツーボールからね、打ちに行ったショートライナーっていうところ、ここでもう1点取ったらもっと楽な展開になったから、まあ、8番古賀って考えたら、もうここスクイズでもね、よかったよね、貪欲にね、まあ、結果勝ち切ったからよかったけどね、オリックスとしては、まあ、4回裏にね、西川、紅林の連続ヒット、ツーベースでね、ノーアウト2、3塁チャンスを作って、宗のサードゴロの間に1点を入って、で、ワンアウト3塁後続のところで、足立、頓宮とね、チャンスを生かせず、ここでね、
もう1点取れてればっていうところはあったけどもね。で、8回、西川のホームランっていうのはあるけども、まあそういった感じでね、まあチャンスを生かせず、初回もね、ワンアウト1塁チャンス作ったけども、西川紅林1本出ずっていうね、チャンスでやっぱりタイムリーが出なかったっていうところが、オリックスとはしては痛かったかな。逆にそこをね、隅田がしっかり抑え切ったっていう中ではね、この2戦目、西武のね、先制、そしたら逃げ切り勝ちね、もうちょっとね、途中で1点取れればっていうところはあったけどもね、このしっかりした勝利は良かったんじゃないでしょうか。オリックス対西武、23日の試合、4対1でオリックスの勝利ということで、このカード2勝1敗でオリックスの勝ち越しになりましたけども、オリックス先発カスティーヨ、7回95球、4安打5三振、1四球、1失点というところで、持ち前のね、ストライク先行でボールを動かしながら、打たせて取るっていうね、ピッチングがしっかりできたんじゃないでしょうか。西武先発高橋光南、3回64球、1安打、2三振、4四球、1デッドボール、2失点っていうところで、もう本、なんかね、もう自分自身の投球できてないからね、0勝8敗。だからもう、まあ、今回ね、抹消になるって言ったけど、もっと早く抹消してね、ミニキャンプ晴らしても、俺は良かったんちゃうかなっていうね。オリックス2回の裏先制っていうところで、ワンアウトから森瀬での連続フォアボール、で、胸がデッドボール、で、ワンアウト満塁から杉本がね、犠牲フライを打っていって先制。で、3回でもね、西野太田が連続フォアボール。で、西川のセカンドゴロの間にワンアウト一三塁になって、紅林のね、犠牲フライっていうところで、もう自身のピッチングできてないからね、もうホームもすべてバランスを崩して、ね、これはまあ一からね、やるっていうところでは、まあもうちょっと早い抹消は俺は良かったかなと思うけども、まあもう一回ね、まだシーズンも半分以上あるっていうところで、本人の成績のためにもね、ここはまあ再起をね、待ちたいっていうところはあるけども、で、4回の裏、ピッチャーね、高橋光南から中村に代わってセデーノがね宇宙間へ、ホームランで3点目で、5回にはね、先頭西野が、ライトへヒット打って、それをねライト岸が後逸で三塁に行って、西野バーッと滑らなきゃ、あれは怪我するよ、ああいうことしてたらね。でも判定アウトになったけどもね、リクエストでファーストセーフになるけども、ああいうのはねダメ、怪我する、スライディングしとかなきゃ、スライディングして悪いことなんてないんだからね。で、しかもランナー残ってノーアウト三塁から太田がね犠牲フライをしっかり打って4点目で、岸も何しとバーッとこいつってね、そういったところよ。で、西武はね7回表に、2アウト2塁から児玉がねレフトへタイムリーツーベースを打って1点返すけども、4対1西武はね4安打もうなすべなく完敗でございます。まあ、オリックスとしてはねしっかり西武相手に2勝1敗最低限勝ち越したっていうところはね、交流戦明けいいカードだったんじゃないでしょうか。ソフトバンク対ロッテ、21日の試合、9対4でソフトバンクの勝ちということで、北九州市民球場で行われましたけども、交流戦前ね、ゾゾマリンでソフトバンクが3連敗してね、交流戦入りましたけども、優勝、楽天とね、1ゲーム差っていうところの2位で終わりましたけどね、交流戦明け、初っ端がまたね、その3連敗を喫したロッテにね、今度は本拠地に迎えてっていう中で、初戦どうなるか、これかなり重要な試合。でしたけども、結果9対4、ソフトバンクの勝利。ソフトバンク先発、シュワートジュニア、5回92球、6安打3三振、3四球3失点と、まあ最低限のね、9大点と言えるピッチング。で、ロッテ先発、小島、4回75球、12安打3三振、無四球7失点っていうところで、おいおいおいと、もう、全部高かったね。変化球もストレートも含めてね、カットボール、そこをね、仕留められたっていうね。で、初回、ソフトバンクの攻撃、先頭シュートがレフト前ヒット。で、ここでシュートを盗塁試みるんだけど、佐藤が刺してね、これめっちゃ大きかったのよ。で、ワンアウトになって、お、こっからね、いい流れ、これでね、初回、ムッチって抑えて、トントントン行くよっていう中で、ノーアウト一塁から今宮が、なんとレフトスタンドよ、ホームラン。で、栗原ライト前ヒット、山川アウトになるけども、近藤ライト前ヒットで2アウト一三塁。で、正木がセンター前。で、甲斐が2点タイムリーツーベース。北九州の鬼です。配って。ね。で、一気に4点。おいおいおい。序盤4失点きついぞっていう中でね、取られたとすぐ、ね、2回の表、2アウトからね、高部フォアボール、上田がレフトセンター前ヒット、飛ぶすぎフォアボール、ここら辺がね、ちょっとね、スチュワートのジュニアのね、ちょっと悪いところっていうのがあるけどもね、で、2アウト満塁から岡がね、ライトへ走者一掃のね、タイムリーツーベースっていうところで、一気に3点で4対3、1点差。これ面白くなってきたと、ね、すぐ行こうと、ね、いう中で3回のもね、外、相手のヒットでね、チャンスを作るけども、2アウト1、塁から、高部のね、セカンドランナー、ライナーで追加で取れず、ね。で、そうしてるうちに、この4回裏、先頭広瀬、ホームラン、くばって。ね。で、9番佐藤ライト前ヒット、シュートを2ベース。で、ノーアウト2、3塁から今宮アウトになるけども、ワンアウト2、3塁から栗原のファーストゴロ、外ホームへ、フィルダーチョイス。まあ、ホーム投げるのは悪いわけじゃないんだけど、あれをホームで刺すんだったら、もっとスピーディーに投げないと、絶対アウトになんない。あんなゆっくり投げてたらもう丁寧にやってるのかなんかわかんないけども、あれだったらもうファーストアウトにしといた方がよかった。本当に。
ゆっくりやりすぎ。ね。で、サードランナー、しっかりね、佐藤がホームインして、で、ワンアウト一三塁から山川がタイムリーで、一気に3点で7対3、ジエンド。この4回裏大きかったね。しかも、下位打線からだからね、ホームランも含むね。そういった意味では、ホークスもね、今、柳田いないって言ってもね、その代わりにね、で、三森、牧原いないって言っても代わりに出て、広瀬だったりね、佐藤だったりね、そういった選手をね、栗原のね、好調は継続みたいなね、感じもあるけどもね。で、8回裏ね、栗原、タイムリー、そして近藤タイムリーでダメ押しの9点目。で、9回表に岡野タイムリーで点を取るんだけども、まあ、18安打、9得点、ソフトバンクの圧勝。ね。この試合、1番に入った岡、5打数4安打、4打点、1盗塁っていう、この大活躍が1番してるのにもかかわらず、ね。まあ、この、いきなりの4点も痛かったし、4回の3点も痛かったよね。まあ、そういった意味でもね、この大事な一戦、ね。北九州乗りとかした、ね。海がまた大活躍、4打数3安打、2打点。おー、すごい。もう、北九州が本拠地だったらもう首位打者。ね。っていうね、大活躍の中で一気にね、この流れが悪かったロッテ戦をね、しっかりホームで初戦勝ったっていうのはね、かなり大きな勝ちだったんじゃないでしょうか。ロッテにとってはかなり大きな負けだったんじゃないでしょうか。初戦、9対4、ソフトバンクの勝利です。22日の試合、3対1でソフトバンク逆転勝利というところで、ロッテ先発種市、7回3分の2、122球、6安打9三振、1デッドボール3失点と、いや、めちゃくちゃいいピッチングだったけどね、ストレートも良かった、ストライク先行、ほぼ先行で、7回3分の2の間に、ツーボールになったのは序盤の山川と、最後の中村晃の時だけ。あとはもう全部ね、2球ではワンストライク必ず取れて、ストライク先行で勝負できて、スライダーも今日めちゃくちゃ良かったしね、勝負球のフォークも落ちたし、安定的なピッチングだったけども、ロッテのからすると取れる時に取らないとこうなるよっていうね、あとは投げさしすぎたよっていうね、ところもあるけども。で、ロッテ先発大津ね、8回115球7安打9三振1球1失点と、ね、初回に失点してしまったけども、まあ、チェンジアップを含めてね、緩急をつけながらしっかり腕も振ってね、ストライクゾーンの中で勝負できたっていうのは非常にね、良かったんじゃないでしょうか。その中でね、ロッテは先制、先頭ね、絶好調の岡弘美、ライトへツーベース、そして上田がね、しっかりファーストゴールで進塁打を打って、ポランコ三振、外フォアボールになるけども、ツーアウト一三塁からね、佐藤が先制タイムリーと、めちゃくちゃいい形のね、先制点を取るけども、まあ、唯一の問題点はもうここですね、4回表。先頭佐藤センター前ヒット。で、高部がね、センター前、ね、チェンジアップフォーク低めね、パーってただけで、センター前ね、センターとショートをね、一番取れないところにカンチャンで落として、ノーアウト一塁。ここで初球ね、茶谷が、送りバント。なんと、153ダブルプレイ、バット。こういうところでちゃんとバント決めてないから勝てないの。ここでバント決めて、もう1点でものね、この序盤取っとけば、ね、状況的に分からなかったところ、まず送りバントできないっていうところと、で、これね、日刊スポーツの評論にも書いたけども、送りバントした後、ピッチャーで転がって、で、三塁見ながら走ってんだよね。やっぱこれ気持ちも分かるよ。バッターとしたら三塁セーフになってくれ、どうなのかなっていうね、気持ちも分かるけども、このね、三塁見ながら走ることによって、最後ね、間一発ね、このギリギリのプレーでセーフって言ってリクエストでアウトに変わったから、そのね、コンマ何秒の戦いの中で、このね、サードを見るのをね、やめて最初から全力でファーストに走ってればね、セーフになったんかもしれないっていう、そういうちょっとしたミスね。で、ここでも1点取れず、そして7回ね、ホークスの攻撃、ワンアウトから山川デッドボール、ここね、粘って粘って11球目デッドボール。で、今度もね、粘って粘ってレフトへツーベースで、ワンアウト2、3塁、チャンス作って、柳町ね、1、2球目ストレート振り遅れてね、これ三振あるなっていうところで、そこから粘り強くね、最後はレフトへ犠牲フライ、グッバッティ。ね。で、同点。で、8回裏には、2アウトから周東にね、ど真ん中のストレート、ライトスタンドへホームラン。で、今宮にレフト、エンタイトルツーベースで、ツーアウトに、俺はここでね、ピッチャー交代だと思うの。最悪ね、この、今宮に打たれた時点で。で、こっから栗原、尾形、そして近藤と左が続く。で、前日打たれたから坂本をベンチに入れてない。っていうことを考えると、鈴木しかいないんだよね、このリリーフにね。で、鈴木しかいないけども、もう今はもう目先の利益に、こだわっていかないとっていうね。まあもちろん坂本のなんかコンディション不良とかね、ひょっとしたらあったかもしれないけどね。もうここはもうね、左一枚しかいなくても、俺は鈴木ぶっ込んでもよかったんちゃうかだ。しかも金土日ね、この月曜日、試合もない、その後も5年、週5試合6連戦じゃないっていうところで、こういったところちょっとね、ピッチャーのマネージメントの遅さが、その後のね、栗原へのタイムリーでね、3点。で、最後、オスナでね、こう2点差はさすがにきついっていうところで、負けっていうところでね、まあ、そうやってね、バンドのところのしっかりね、最後も、
まあね、あそこでピッチャー変えて2対1で負けてたかもしれないけども、今ホークス落とさないと、ね、勝負は8月9月やって言ってももうその時点でホークス優勝してる可能性あるからね。それはまあもちろんもうクライマックスシリーズ争いでいきますよっていうねところだったらいいけども、あとはもうそんなコンディションで投げないと怪我するんだったら、もうそもそも体力ないからね、練習不足、これはもう何度も言ってるけどもね、そういったところではどういうマネジメントなのか分からないけども、このホークスにねいきなりもし3連敗するようなことがあったら、でも大惨事、ホークス本当に8月、マジック点灯で優勝説もね出てくるんじゃないのかなと。他のパリーグ5球団ね、もっと全力でホークスに戦っていかないと、まあクライマックスシリーズ争いしてんだったけどね、まあそれはベンチの考えに任せしますけども、そういう展開の2戦目3対1ホークスの勝利でした。ソフトバンク対ロッテ6対6で引き分けというところで、このカードソフトバンク2勝1分けで大きく勝ち越しっていうところになりましたけども、まあロッテからするとね、この投打の噛み合わせの悪さよね、ピッチャー抑えたら点取られへん、点取ったらピッチャー抑えられへんっていうね。ロッテ先発メルセデス7回96球6安打3三振3四球5失点というところで、メルセデス最近状態良かったから、だからメルセデスモイネロの投げ合いでこんな6対6の試合になると思わなかったけどね。メルセデスもここもね安定的にずっと投げてたから、5月18日日本ハム戦4失点して以来約1ヶ月強ぶりにね、かなりのね、大量失点食らっちゃったかなっていうね。ソフトバンク先発モイネロね、6回114球7安打、そしてフォアボール2個デッドボール1個、3失点でも自責は1っていう、ミス痛かったね正直ね。そういった意味でもまあソフトバンクはね逆によく負けなかったね、これで負けなかったっていうところは大きいよね。でロッテはね、初回2アウトから荻野の内野安打で外がセンター前で、2アウト1、3塁からね好調の佐藤がね、センター前タイムリー1投打って先制。しかしソフトバンクは1回の裏ね、先頭シュートがツーベースで、今宮がタイムリーツーベースですぐ取り返してね、ここねノーアウト2塁から3、4、5でねもう1点取れてればっていうところはあったけどもね、まあしっかり追いついて、で4回裏にソフトバンクはねワンアウトから山川センター前、そして近藤がね左中間にツーランホームラン、ね初回にはねダブルプレーでチャンスを逸したっていうところはあるけども、でここで3対1、まあこのまま行くかな、このままソフトバンク3連勝かなと思ったけども、6回の表ね、先頭佐藤がレフト前ヒット、アウトアウトになるけども、高部がねショート内野安打でワンアウト1塁になって、中村翔吾の、ショートゴロを今宮がねセカンド投げたら、それがフィルター消失になってセーフ。セカンドの、広瀬がねファーストに投げたらなんと悪送球っていうところで、これね打球処理した選手以外が悪送球投げて、それが、放送席とかベンチとかに入った場合テイク2ベースになるんだよね。打球を処理した人が投げたらテイク1ベースなんだけど、打球を処理した人以外が悪送球して客席とか記者席とかベンチとかに入っちゃうとエンタイトルでテイク2ベースになるっていうところで、セカンドランナーも帰ってきちゃって一気に2点で同点になるっていうね、このミス痛かった。こういうミスをついてねロッテは勝っていくから、これ勝ったかなと思ったけども、7回の裏ね、先頭近藤フォアボールで、正木がね送りバント失敗、ここもきっちり決めとかなく7回ミスしながらね点取っていくんだよね。で回レフト前ヒット、広瀬アウトになるけども、2アウト1塁から広瀬がねレフトオーバーの勝ち越しタイムリーツーベースを打って5対3、このまま終わるかと見せかけて、9回ねピッチャーオスナが出てきて、ワンアウトから好調岡がヒット、藤岡フォアボールで、代打ポランコがレフトフライになるけども、2アウト1塁から外がねアウトコースの打球ちょんと当てただけでね、ポール際テラスに入るね3ランホームランで6対5勝ち越し。でこのまま終わるかと見せかけて、9回ね増田が出てきて、先頭近藤がレフト線抜けるツーベースで、尾形が送りバントを決めて、ワンアウト3塁からダイソーに川村が出てきて、で中村晃のファーストゴロをね、ファーストがしっかり処理してホームに投げて、完璧タッチアウトだったのにね、胸のところにタッチが入って、グラブからミットからボールがポロンちょっと出てセーフ、キャッチャー佐藤のエラー、同点ダッバッと。まずね、まず一番最初の原因としてタッチしに行く場所があるよね。だからやっぱりねこうずっと見てきてね、あのホームのタッチのクロスプレーはね若月一番うまいね正直ね。やっぱりね手待っとかなきゃいけないよ、このタッチしに行くんじゃなくてベースのところにね、まあ、もちろんそこにいたらこうまたがれるみたいなねデメリットもあるかもしれないけども、ベースのところで待っといたら手が来てアウトになってると、しに行ったところによってねこの胸のところに入ってポロンチョって弾かれて出ちゃうっていうところでねセーフになるんだけども、だから俺はねそうなるのが嫌だった。このホームに帰ってきた俺らの時はこれでもなかったから、体でタックルもしな、ね、タックルもされちゃうんだけども、ホームに帰ってきたワンハンド逆シングルもそう、ワンハンドキャッチしてタッチしに行って、そこがクロスプレーになったとしても絶対ミットからボールが飛び出ないようなミット作りしてた。
めちゃくちゃぺっちゃんこになるぐらい柔らかくて、どこにも掴んだ瞬間にどこにも隙間なくてっていうぐらいのぺっちゃんこのね、柔らかいミットでした。それなぜかっていうと、ワンハンドキャッチしに行って弾かれてポーンってボールが出るのだけが嫌だったのよ。だから俺はそれが完成しなかったらミットは絶対使わなかったんだけども、でしかもね、芯以外で取る時もあるわけよね。ちゃんと必ず芯で取れる時ないから、返球とか送球がワンパンになったり変なことになって、芯以外で取ったとしても必ずその中からボールが動いて芯に行くようにしてたのよ。俺のミットどこに入ってとしても結果芯にミットの中を転げて入っていく、ここに芯に芯に入っていくようなミット作りもしてた。だからね、それずっと見たらあるかもわかんないけど、俺はもうパンって弾かれてボールがピョンって出ないようにしてたっていうねところもあるけども、あれはもうキャッチャー佐藤のミスだね。勝ってて終わってたのにね。でこれ1点入って、でまあその後ね、お互い得点できず、まあ、引き分けってなったけども、これ見たらよ、だから俺前日言ったやんね、最終回オスナになってくるとね。で最後ね、ピッチャー交代ね、左負けてるけど鈴木とか使った方が良かったんちゃうかと、ロッテ戦オスナはやらかす可能性あるから9回出てきてオスナだったらな、どうにかひょっとしたらなるかもしれないから、1点差でもね、極力少ない点数でいったら可能性あるっていうことがね、次の日やっぱり起こってるわけじゃんね。だってオスナパリーグの中だったら、まあ4試合投げてロッテに防御率9点台だからね、結局ね。そういった意味でもね、前日のこともあるなっていうのもあったけども、まあ、お互いミス試合だったね、結局ね。もう痛み分けだね、ミス合戦、痛み分けです。あと9回、あ、12回ね、もう小久保監督も、あ、一時勝ち越しのヒット忘れましたって言われるね。先頭ね、中田が内野安打で出てノーアウト一塁から佐藤ね、送りバントできずヒッティングに変えてショートゴロでフォースプレー、そして最後牽制タッチアウト、バッと。何やっとんの一人で。もう俺だからね、見てて思ったんだよね、スリーバントでもよかったよ。まあその前ヒット打ってるっていうのもあるけどね、もう思い切ってスリーバントしてもよかったんちゃうかって俺は思うけどね。まあ結局ね、最後は両チームのミスがね、得点に響いて、結局はミス合戦になっちゃったかなっていうね、ところあります。しかもね、その中で勝ち負けないのがソフトバンクの強さかなっていうところもあるけどもね、まあ結果ね、交流戦前3連敗したロッテ戦をねホームに呼んで、2勝1分けっていうところはソフトバンクとはしては十分な、カードだったんじゃないでしょうか。日本ハム対楽天、21日の試合、なんと9対9延長12回引き分けということで、この試合はね、日刊スポーツで評論で言ってましたけども、いやもう、あ、楽天勝ったな、あーもうこれ日本ハム勝ちっしょ、あー楽天勝ったね、引き分けみたいなね、そんなもう大きな試合展開でしたけども、楽天先発早川ね、6回91球4安打8三振1四球2失点というところで、まあ、左にもインコースチェンジアップね、使いながらしっかりした投球フォームのバランスもいいし、腕の振り方もいいし、球質もいいしね、非常にクピチね。ニッパーム先発山崎幸也、7回97球6安打2三振5四球3失点というところで、まあ、5四球は珍しいけども、ちょっと審判ね、相性悪かったかな、相性っていうかな、もうどうなんやろうっていうねところもちょっとね、いろんな感情がね、入り身だったファンの皆さんもね、いるんじゃないでしょうかっていうところもあるし、まあ、この試合ね、キャッチャー清水っていうところで、まあ、清水は2軍でね、3割2分強ぐらいの打率を残して1軍にっていう中で、で、まあ、前回山崎幸也がね、ジャイアンツ戦6失点してるっていうところで、ずっとね、伏見と被ってきて、まあ、ね、2軍で結果出してる選手もやっぱ使わないとね、いけないから、やっぱその清水を使うのは、まあ、タミヤが受けてる選手を、タミヤから清水に変えるよりは、まあ、伏見が受けてた選手を、そして、まあ、前回ちょっと大量失点食らった、そしてまあ実績もある選手っていうところで、まあ山崎幸也の時に清水行きやすかったしね、で使わなきゃいけないしね、絶対結果も出してるからね、そういった意味ではチャンスを与えた試合だから、清水にとったらね、この試合めちゃくちゃね、大事な、この日本ハムにとっては、もしくは野球人生を左右するようなね、一戦になるんじゃないのかなっていう試合見てたけども、まあ清水に特化してね、言うと、この試合もね、サード強襲の内野安打もあって、まあ、2打数1安打とバッティングでもね、1本のヒットで結果を残して、で、山崎幸也っていうのは、昨年もそうだけど、オリックス時代も100イニング強弱ぐらいかな、4個しか盗塁されてないの。で、今年もここまで、盗塁あんまりされてないけども、4つか、ここまでもう4つ企画されてんだけども、この試合一気にね、企画4回されてるっていうところは、やっぱりこのね、山崎幸也のクイックっていうよりも、やっぱこの清水のスローイングの不安定さっていうのを多分楽天はついてきてるんだけども、まあ、最初2個盗塁されたけどもね、その後浅村、そして小深田ね、小深田だったと思うんだけども、タッチがね、
水野のタッチが上手くてね、手にタッチしててアウトになったっていうね、あ、5回か、ね、いうところで、まあ、4の2刺してるからね。まあ、全体的には、ね、9大点の、評価を上げてもいいんじゃないのかなっていうね、まあ、めちゃくちゃ良くもなく、悪くもなくっていうところでね、自分の仕事をしっかり果たした試合になってね、まあ、そのテスト、勝負の時っていう意味ではね、まあ、合格って言ってもいいぐらいのね、結果になった、勝負と一試合だったんじゃないのかなっていうところはね、ありましたけども、まあ、楽天としてはね、初回、オーライト前ヒット。で、ここでしっかり盗塁決めるんだよね。で、盗塁決めて、でもこれね、清水ちゃんと投げてるからね、ちょっと盗まれてんだよね。で、村林がここしっかり進塁打打って、で、辰巳がね、センター前タイムリーヒットで1点先制。で、2回でもね、先頭浅村がホームラン。で、フランコ、太田。ここら辺ちょっと微妙だったよね、判定ね。連続フォアボールで、で、小深田のファーストゴロでワンアウト1、3塁になって、王がしっかり犠牲フライ。ね。って言ったところで3対2。いや、これもいくかなと思ったんだけども、まあ、3回裏ね、清水内安打、郡司レフト前ヒット、清宮セカンドゴールでアウトになるけども、ワンアウト2、3塁ね、水谷が、タイムリーヒットで、2点を返して、ね、で、こっから、いや、でももうこのまま楽天かな、リリーフも状態いいし、っていう中でね、7回裏、ピッチャーが早川から孫に変わってね、先頭上川田デッドボール、で、ここで松本が送りバントをしっかり決めて、で、ワンアウト2塁から水野がね、タイムリーツーベースで、同点。で、代打タミヤはアウトになるけども、郡司がレフト前ヒット。で、2アウト1、3塁から清宮はね、初球から積極に打って、ライト線にね、タイムリーツーベースで勝ち越し。で、水谷を敬遠して、4番レイエスとの勝負。マルティネスから途中で代打レイエスが出てきて、なんとライトスタンドへ満塁ホームラン。かかって。一気に6点。8対3。いやーもうこれ、さすがに勝ったなっていうところで、で、8回表からね、ピッチャー山崎幸也からマーフィーに代わって、先頭村林ライト前ヒット。で、辰巳がね、内野安打。で、鈴木大地アウトになるけども、渡辺フォアボール。このフォアボール痛かったね。で、ワンアウト満塁からね、浅村、空振り三振。ここもね、しっかりツーシーム使ったっていうところがね、良かったかなと。配球の面でもね。で、さっきのね、レイエスのホームランで言うと、アウトコースよりね、しっかり打たれてるから、もうちょっとインコースね、使っても良かったと思うけど、まあ、それは仕方ないね。で、ツーアウト満塁になって、ここでマーフィーからザバレに変えて、まあ、こう、結果論になるけどもね、なかなか満塁で行くのもきついんちゃうかと思ったけどね、せっかく浅村三振取って、このままね、行けばいいんちゃうかっていうね、ところはあったけどね、しかも4点差ね、っていうところで、ザバラからね、フランコが、左中間の満塁ホームランって言ってね、1点差。ね。ほえ、ちって。で、その後なんと、ピッチャーね、大谷代わって代打岡島のところで、川野が出てきて、で、代打ね、安倍が出てきて。レフトスタンドホームラン同点配って、どんなドラマやっていうね。で、9回表に、ピッチャー宮西からね、ワンアウトから村林がフォアボールで、ここで盗塁成功して、辰巳がセンターへね、勝ち越しタイムリースリーベースで、ここでもう1点ね、結果的に言うと取れてたらよかったけど、まあ取り切れずっていうところだったけど、まあ9対8ね、まあこのまま勝ってやろうと、ピッチャーね、則本が出てきて2アウトからね、清宮ピッチャーゴロ、はい、ゲームセットと思ったら、なんと、ピッチャー則本がファーストへ後頭悪送球でランナーがセカンドまで行って、で、ここで水谷外野前進守備、初球のストレートをセンターオーバーのタイムリースリーベースで同点ね。まあその後はね、なかなか両軍ね、チャンスらしいチャンスもなくて、延長に入ってね、ピッチャーが、鈴木そら、そして渡辺がね、2イニング投げて完璧なピッチングで、日本ハムもね、田中正義、杉浦、生ためね、生ための時危なかったけどね、12回ワンアウトからね、田中和樹ライトへツーベースで、浅村レフト前ヒットで、レフトからの中継が乱れてね、で、田中が本塁狙ったけどもタッチアウトっていうね。まあでもあれは行くね、あれはね、行かなきゃいけないね。だからまあ仕方ないね、あのアウトはね。で、最後フランクはね、三振っていうところで同点だったけども、もういろんな感情が入り乱れて、まあ本当に結構ね、8回ぐらいになってからエスコンフィールドの皆さんね、お客さんの皆さん帰り込む中からね、結構帰った人も空席も結構目立つようになってましたけども、すごいどえらい試合でしたね。まあ結果的に引き分け。でも楽天は 99.9% 勝ってたのにっていうね、試合展開でしたね。まあでもね、どちらも満塁ホームランね、両チーム外国人が1試合で満塁ホームランを打ったっていうのは史上初だったみたいです。結果9対9引き分けです。
日本ハム対楽天、前日は9対9度で怒涛の攻め合いで引き分けを演じて、ナイターデーの試合というところで日本ハム5対2で勝利というね、日本ハム先発伊藤大海、6回108球8安打4三振2四球2失点と、初回にね2失点するけども、その後はねしっかり後続を抑えて、まあなんとかねいい形の勝利。楽天先発ポンセ、5回3分の206球9安打1三振2四球5失点っていうところで、まあなかなか厳しいね。ねえ、なかなかね、まあフォアボールどんどんストライクゾーン投げ込んでいくっていうところもあるけども、やっぱりキレと動きの悪さが出てね、そこを仕留められるっていうね、中で言うと、まあ初回ね、楽天は先制、ワンアウトからね、村林レフト前ヒット、辰巳アウト、そして鈴木大地のところで、村林がしっかり盗塁を決めて、そしてライトへのタイムリーヒット。で、渡辺浅村と続いてしっかり2点先制。これは前日から流れも含めてね、めちゃくちゃいい先制だったけども、2回の裏ね、レイエスがなんとスリーベース、巨体を生かしてね、全力疾走。で、タミヤがデッドボール。これデッドボール痛かったね、ポンセはね。で、ノーアウト1、3塁からね、万波が犠牲フライ。で、ランナー残って、福田がね、2アウト2塁からレフトにタイムリーヒットっていうところで、福田光輝、グッパッティ。ねえ。だからまあ、2軍でね、成績を残してなかったけどね、新庄監督がいけるんちゃうかっていう上がってきてね。で、しかも水野がね、ちょっと足首、捻挫かなね、ちょっと痛めちゃって、登録抹消になって福田っていうところで、まあこういったね、すぐ上がってきた選手がね、やっぱりね、こう活躍していくっていうのはね、チームにとってもいい流れだし、福田としてもね、チャンスだからね、ここでね、自分の役割をしっかり果たすっていう中ではね、いきなりのね、先制タイムリーっていうのはチームにとっても活性化。しかもね、同点だったからね。そして、5回の裏に、2アウト1塁からまたもレイエスがね、タイムリーツーベースを打って勝ち越し、そして6回の裏にはね、またワンアウト2塁のチャンスで福田がね、ライトにタイムリーツーベースっていうね、しかもその後ね、打ったらマンション買ってやるぞって言ってね、本当に買ってくれるのかなっていうね、ところで、で、2アウト、でも新庄さんだったら買ってくれそうだよね。で、2アウト3塁からまたもね、郡司のタイムリー悩んで5対2とね、先制中押し、じゃあ、まあ、同点に追いついてね、中押しダメ押しとね、しっかり10安打のもと5点取れたっていうのは大きかったし、まあ、楽天としてはね、初回2点取ったから、このまま行きたかったけども、ね、まあ、この4回だね、4回、浅村フランコがね、ヒットを打って、ノーアウト1塁、太田光がきっちり初球送りバントを決めて、リズムのいい中、ワンアウト2、3塁から小深田ファーストゴロで、3本間ね、浅村がアウトになって、その後、小郷フォアボール、村林三振と、ここでね、先1点取って勝ち越してたら、ひょっとしたら楽天ペースでいけたかもわからないけども、楽天が勝てるとしたらやっぱね、ここだね。もうその後はね、しっかり伊藤大海の後ね、河野、そしてマーフィー、杉浦、そして、田中正義とね、最後、マーフィー、杉浦、田中正義はね、ヒット打たれることなくしっかりね、まとめ切ったっていうところでは、前日ね、ちょっとバタバタしたけども、しっかりとしたリリーフ陣もね、素晴らしかったし、杉浦がね、ほんと良くなってきてるよね。田中正義に向けてっていうところでは、もうダブルストッパーぐらいのね、いいピッチングになってきてる、内容も素晴らしいっていうところでは、しっかりね、リリーフがその後踏ん張りきれてね、勝ち越した日本ハムのね、勝利っていうのは、いい形のね、勝利だったんじゃないでしょうか。日本ハム対楽天、23日の試合、6対2で楽天の勝利というところで、このカードは1勝1敗、1分けの五分っていうね、ところで、試合が終わりました。カードがね、終わりましたけども、楽天先発藤井ね、6回104球、6安打1三振、2四球1失点っていうところで、自身、今タイのね、6勝1敗、いい形だね。で、日本ハム先発加藤、5回92球、8安打1三振、無四球4失点っていうところで、新庄監督がね、なんか寝ててひらめいた。藤井対策ではこの打順がいいんちゃうかっていうところで、1番から、万波マルチネス、水谷レース、タミヤ、そして郡司、松本福田、上川端っていうね、打線を組んだけども、まあ、不発っていうね。でも俺はね、こういうのは好きなんだよね。その、いろいろね、その、やってみてさ、なんか思いついたこととかさ、あ、これいいかもっていうのはさ、やってみないといいかどうか分かんないじゃんね。でやってみて、まあ、うまくいかないってなると、あ、うまくいかなかったな、またじゃあ次の策考えるかっていうのもあるし、やってみた感じ、おいいかもっていうのもなるかもしれないから、まあ、結果としてね、この対策がね、考えて、ね、パッと思いついたことを対策やってみて、でもこれがやっぱりね、新庄監督の強さでありね、良さでも俺はあると思うんだけども、こういうのをやってみるっていうのがね、俺はもうボビーのやつで慣れてるから、こういうのをね、やってみるのはね、俺いいと思う。ね。そら、ダメだったからって結果論で、ダメだダメやっていうのはね、簡単だけども、こういうのをやってみて、うまくはまればね、良かったしね。だから正直こういうね、面白い打順、このね、藤井対策やっていうのはね、やっても俺は良かったんじゃないのかなっていう中で、まあ一つのね、この戦いの中ではデメリットがあって、まあそれはね、これから説明するけども、楽天はね、4回表、先頭ね、辰巳が、
先制のホームランを打って1点先制。しかし日本ハムはね、4回裏すぐさまね、マルティネスセンター前、そして水谷の打球ね、村林がファンブルエラー。これエラー痛かったよね。で、レイエスアウトになるけども、タミヤがセンター前。で、ワンアウト満塁から軍事のね、ファースト内野安打になるんだけども、これピッチャー藤井が行くの遅れてんのよ。ファーストに一瞬待ってからファーストベースカバー行って、で、それね、抜かれちゃって、セーフになってタイムリーなり安打で、同点。だここ無失点できてたからね。楽天はもったいないよね。で、こっからさ、ワンアウト満塁から、ここが藤井がよく踏ん張ったんだけども、松本を三振で、ツーアウト満塁から福田をね、レフトフライ。だから日本はここでね、しっかり逆転まで行ってたら、勝ってたかもわかんないね。ここがちょっとね、っていうところもあるけども、で、楽天はね、すぐさま、同点に追いつかれた5回表ね、先頭大田がレフト前ヒット、伊藤幸アウトになるけども、小郷がね、タイムリースリーベース、で、村前氏がタイムリーツーベース、そして浅村がね、センター犠牲フライで、一気に3点取って4対1、ね。で、8回表にもね、先頭浅村フォアボール、で、鈴木大地がタイムリースリーベースを打って、フランコがタイムリーでね、で、しっかり2点を取って、ね、ダメ押しで6、で、8回裏に楽天はね、ワンアウト2、3塁から清宮にね、セカンドゴロの間に1点取るけども、まあ6対2っていうところで、まあ日本ハムはね、結構ランナー出したのよ。先頭でもね、3回にはね、先頭福田がセンター前ヒット。で、上川畑ね、ダブルプレーっていうところでランナー行かせず。で、4回にはね、そのミスも含んで、まあ1点取るけども、最後のダメ押しできず。ね。で、5回にも上川畑万波ね、連続ヒットでノーアウト一塁チャンス来るけども、万波水谷がね、連打続かず、万波ね、ライトフライ、ね、水谷463ダブルプレーっていうね、ここ高めに浮いてきたところをね、ちょっとこねってこねちゃったよね。あれをそのままパーンっていって上にね、打球上がってたらね、一気に長打っていうのもあったけども、まあ先ほどのデメリットっていうのは、やっぱ打つバッター並べていくから、細かな作戦一切できない。もう打つの待ちっていうね。だからそこがうまくね、逆にはまらなかったっていうのもあるけども、まあこういう打線の流れするとね、まあデメリットもあるけども、パンパンパンって打てればね、いい方に進むっていうところで、あの水谷のね、逆球の高め、アウトコース高めに浮いたやつがね、こねちゃってね、セカンドゴロになったのが痛かったね。で、7回にも2アウトからね、上川と万波が、チャンス作るけども、マルティネス1本出ずっていうね、ところで、こういったところでやっぱり、ね、最後の1本出なかったっていうのがきつかったし、楽天はほぼほぼチャンスね、少なかったけども、ギューって詰まってね、そのチャンスを全てものにしたっていうところがね、まあ、この試合の大きな転換だったかな。まあ、負けたといえども、俺は日本のこの打線はね、こういう試みをやってみるっていうのは非常にいい戦いだったかなと思います。まあ、結果はね、1勝1敗、1分け、痛み分けでした。阪神対 DeNA、1対0で阪神のサヨナラ勝ちっていうね、ところで、まあ、DeNA はね、ちょっとダブルプレー痛かったね。初回もワンアウトから渡辺レフト前ヒット出たけども、オースティンね、6-4-3ダブルプレー。そして、2回にも先頭牧が、内野安打出たけども、宮崎三振の後、筒香ね、4-6-3ダブルプレーっていうね。そして、3回にもね、ワンアウトから森がね、小畑のエラーで出るけども、ジャクソン3バンド失敗でチャンス広げられずっていうね。で、4回にも、渡辺レフト前、オースティンアウトになるけども、牧センター前でね、ワンアウト1塁チャンス作るけども、宮崎筒香で1点取れずっていう、この、1回、1、2、3、4ぐらいのね、このチャンス、そして6回表にもね、渡辺オースティンが連続ヒット出るけども、牧宮崎がヒットを打てずっていう、もう序盤は圧倒的にね、DeNA のチャンス、ね、しかも8回にもワンアウトからね、小原ライト前ヒット、渡辺フォアボール、ワンアウト1塁からオースティン5-4-3ダブルプレーっていうところで、まあ阪神のね、投手陣、先発西、7回114球、6安打5三振、無四球無失点、で、桐敷、漆原、石井とね、ピッチャーがしっかり攻めて、このね、西もね、フォアボールなかったっていうところでね、ピンチを作っても打たし取るピッチング、インコースにシュート、スライダー、フォークなんかもね、使いながら、打たし取るっていう自分自身のピッチングね、しっかりできたと思いますし、DeNA 先発ジャクソン、6回3分の2、103球、4安打4三振、2球無失点というところで、まあ、ストレートも力あったしね、チェンジアップの低さもあったね。で、まあ、2四球というところで無駄なフォアボールも出さずね、しっかり投げ切れたというところは、まあ、両チームね頑張れたところだし、阪神は本当にねあんまりチャンスもなくて、なかなかねいいところもなかったんだけどもね、まあ、唯一4回裏ねワンアウトから森下フォアボール、大山センター前復帰戦でねセンター前で、ワンアウト1塁からね前川6-4-3ダブルプレーなど、まあ、両チームねダブルプレーでチャンスを逸してんだけども、まあ、9回裏ね、阪神ワンアウトから前川内野安打、あれ仕方ないね、トゥイーンワンアウトねバウンドしたらで、ここで佐藤デッドボール、これデッドボールだったかったね、ウィックはね。で、ノーアウト一塁になって、カットボールね、梅野にナイスボールでね、三振。で、ツーアウト一塁から小畑がね、一塁間を抜けるライト前ヒットで、セカンドランナー、ダイソー上田がね、ホームインでサヨナラになるんだけども、まあ、やっぱ前進守備引いてて、一塁間抜けて、やっぱ本塁をイージーセーフにしちゃダメだね、ライトの渡来もね。
だからルーキーだからっていう人いるけど、もう試合に出てたらルーキーもベテランも全く関係ないからね。だからまず中途半端だよね。ノーバン投げるのかワンパン投げるのかっていうのが中途半端で、ショートバンになったから、まあ、キャッチャー山本もねちょっと取り切れずね、グラブからポロンチョってね、したけども、で送球も一塁側にそれてるしね。だからそれるんだったらやっぱ三塁側にそれなきゃいけないし、ワンバンだったらワンパン、ノーバンだったらノーバンで、しっかり決めて投げないといけないよね。しかもあれベース板投げてたらね、タイミング的にはアウトだからね。でバッターのね小畑もヒーローインタビューでね、いやこれ戻れないかなと思ったけども、コーチャーが回してたから、いや俺上田さん頼むと思ったら上田さんならいけるかなと思ったからセーフだったっていうねこと言ってたけども、だからみんなね、いやこれいけるかなっていうところもあるし、2アウト1塁だからもうここはね、もうミスちょっとでもそれたらセーフになる、ギャンブル回しなのよこれはね。もう回しとけと、もうちゃんと来てアウトは仕方ないと、ちょっとミスが起きたらさよならだから、もうギャンブル走塁なわけよ。でそれをギャンブル走塁してきてるのに、守備側がミスって相手の思うツボになったのはバッとね、まあ、ちゃんと投げてセーフだったら仕方ないけども、だからそういう中途半端さをちゃんとやらなきゃいけないね。ワンパンなのかノーパンなのか、それるとしたら三塁側っていうところをね徹底してやんないと、まあ一二塁間抜けて外野前進でさよならで、あれを悠々ホームインはねちょっとダメだね。そういった意味ではね、まあ結果ね、阪神がしっかりね、小畑がね、木浪の後ね、しっかりね、ちょっとミスもあったけどね、最後ね打ち切ってさよならっていうところは良かったしね。まあ交流戦ね、阪神はね若干ね、借金も作って塩梅悪かったけども、この開幕戦ね勝利っていうのは大きい勝利になったんじゃないでしょうか。阪神対 DeNA22 日の試合、5対2で DeNA の勝利というところで、 DeNA 先発東、8回101球5安打6三振無四球2失点とね、フォアボールも出さず安定したピッチング、非常にねピッチングね。阪神先発伊藤将司、6回97球7安打4三振1球4失点というところで、岡田監督が初球ばっかりなんで打たれてんねやバッテリーって言ってね、ぶち切れてました。はい、という中でね、阪神はね、2回裏先制、大山がね、レフトスタンドでホームラン、大山はね、自分から2軍落としてくれって言って、2軍に行ってしっかり調整して、いけるって言って上がってきて、しっかりして活躍っていうのはね、非常に、素晴らしいんじゃないでしょうか。まあ、日曜日試合なかったんでね、これでまあ、1勝1敗の5分っていうね、形になりましたけども、このね、しっかり上がってきて、4打数2安打、4打数2安打、8打数4安打、1本塁打2打点っていうところで、非常にね、この活躍っていうのは大きい。ね。しかしね、DeNA は3回表、ワンアウトからね、ピッチャー東のサードゴロ、渡辺が後逸バッと、これ痛かったよ。結局ここから繋がるからね、関根ライト前ヒット、渡辺アウトになるけども、ツーアウト一三塁から、オースティンのね、初球の、これカットボールだったかな、あ、そうだ、初球のね、カットボールが真ん中目に入って、ね、スリーランホームラン。ね、しかし阪神もね、4回裏に、ノーアウト一三塁ね、今度はね、中村がレフト前、それノイジーのファーストゴロ、今度はオースティンが後逸っていうね、エラー試合です。ね、その中でノーアウト一三塁から大山がね、レフトにタイムリーヒット。で、ノーアウト一三塁になって、渡辺ね、サードゴロ、ワンアウト一三塁になって、豊田が4-6-3ダブルプレーっていうね、結局相手にミスもらったのをスリーランで打つかタイムリーの一本になるか。このね、大山がタイムリー打った後のノーアウト一塁から、ここね、最悪もう1点ね、取って同点にしたかったよね。ここがしきれなかったのがね、正直ね、痛かったかなと。ね、DeNA は6回表にね、ワンアウト3塁から佐野が粘りながらね、ライトへタイムリーヒット打って4対2。で、7回にもね、ワンアウト2塁からオースティンにね、ハマチが初球、センター前タイムリーヒットをね、打たれて、5対2、ダメ押しっていうね、形で、DeNA の勝ち。まあ、タイガースはね、5安打しか打ってないから、まあ2点ギリギリかなっていうね、ところもあるけども、でね、この岡田監督が、初球なんで打たれんねや、ボールでいいや、って、もうでもそんなこと言い出したらもうチャンスで全部ボールの球になるで、俺がキャッチャーでね一番言われたくないやつ正直で、しかもオースティンの場合初球の打率が4割6分2厘高いよね。でも初球ボールにするとワンボールになると打率が5割4分5厘なんだよ。っていうことはワンボール0ストライクより初球の方が打たれる確率が低いのよ、オースティンで言うとデータ上ね。っていうことはデータ上考えるとオースティンの場合初球ボールにするとリスクが上がるってなるよ。そうなると初球ボールから入ればいいんやっていうのは正直オースティンに関しては今年のデータで言うと得策じゃない、ね、だからそういったところでも、まあ、難しいよね。あと初球ボールにすればいいやってなるとあの2ストライクからなんで打たれてんやって言っても明らかにボール球構えますみたいな感じになるから、だからまあもう俺はもうそうなってくると初球勝負球から入れ、ワンボールツーストライクやと思って投げろっていうね、そしたらど真ん中に取りに行ったりしないじゃん、ね、コース投げていくわけじゃん。
俺はその気持ちがあればいいと思うよ。で結局このね投げてんのもカットボール真ん中に入ったのとハマチの時も真ん中に入ってるからね、結局失投なわけよ、ね、そういう感じで言うとワンボールツーストライクで勝負球やと思って投げろ、ね、三振取りに行く気持ちで投げろ初球からっていうのがね、俺はベストな声掛けなんちゃうかって、俺はキャッチャー出身としては思う。初球なんで打たれんのやって言うと、もうじゃあボールに外してボール投げてください、はいワンボールにしましたよ、はい次じゃあ打たれても別にいいですよねってなるわけよ。でしかもオースティンの場合は初球よりワンボールからの方が打率が高くなるわけよ。ってなってくると、俺はあんまりあの掛けがもうどんどんキャッチャーのリードを狭めていくっていうところもあるから、多分そういう歴史もあるから、多分特に阪神は2ストライクから外に1球はいボール外しますみたいな感じになるんだよ。だからね、ああいうのはねキャッチャーがやってんじゃなくてね、ベンチがそうさせてんだよね。だからキャッチャーにねいつも批判されても困ります。これはね、あのキャッチャー守る会名誉会長非公認っていうところのね立場として言わせてもらいます。キャッチャーの責任じゃないんです、ベンチの責任なんですね。ベンチがそんなこと言わなかったらキャッチャーはありません、はい、っていうところもあります。だからそこら辺がねちょっとどうなのかなっていうところはあるけどもね、タイガースファンの皆さんどうですかね。ということで、阪神 DeNA さんね日曜日雨天中止なんで、これでね1勝1敗の五分っていう形で終わりました。中日対広島1対0で中日の勝利というところで、中日先発高橋宏斗ね、7回83球4安打7三振無四球無失点、球数も少ないしね、まっすぐも力あったし、でも本人なんかあんまり言ってなかったって言うけどね、スプリットも良かったしね、非常にクピチね。その後松山マルシエスとね、黄金リレーしっかり無失点リレーで、広島先発どこだ7回94球6安打2三振1四球1失点というところで、まあこれも仕方ないね、これ3回裏カリストのホームラン1本だけだからね、両者6安打ずつ、もうこれで攻められたらね、仕方ないっていうところで、カープもねほぼほぼねきつかったけど、まあこの2回ね先頭小園が出て末金463ダブルプレーだったりとか、3回もね先頭と小林がサード高橋周平のエラーで出て床田送りバントを決めて松山ね、矢野が1本出ずね、で5回4回にも先頭ね野間がライト前ヒットで出て、でここね三振ゲッツーっていうねダブルプレーになっちゃってっていうところで、まあ 2-3-4 とね先頭ランナー出すけども、まあ得点に結びつけられずね、そして7回表、野間小園が連続ヒットで代打上本がね送りバントを成功させて、ワンアウト 2-3 塁から松山のショートゴロ、ここね中日ねショートもラマスね若干ねセカンド側に行くからね逆ターンしなきゃいけないけども、若干二遊間寄りだったからこう逆ターンうまくしてね、きっちりホームにね完璧に投げて、若干ね若干三塁側に行ったけども、それもタッチしやすいところだからね、非常にね、簡単そうに見えてこのね入れ替えがあるね、プレーをね完璧にこなした村松も良かったし、まあ、ここでね、その後、菊池もね、三振っていうところで1点ね取り切れなかったのがいた、まあ、ここが唯一ビッグチャンスだったね。まあ逆にね中日は先ほど言ったようにね、投手陣でねこれ1点を守りきれる今のまあ中日としたので、ね、最高の勝ち方だったんじゃないでしょうか。中日対広島22日の試合3対1で広島の勝利というところで、広島先発大瀬良7回119球3安打5三振1球1デッドボール無失点クペッチ、ね、アウトコースのストレートカットボール出し入れも素晴らしかったし、今年からね特にあの強化して取り組んでる右バッターのインコースのシュート、そしてストレートね右バッターのインコース、これもねしっかり使いながらコースのね内は外投げ分けて、アウトコースの制球力の良さでね非常に見事なピッチングね、ここまで防御率 0.87 で4勝0敗、もっと勝っててもよかったけどもクペッチね、でその後しっかりで、島内栗林とねリリーフが引き継いで、1失点でね勝ち切ったね、栗林最後ちょっとフォアボール出しちゃったっていうところはあるけども、で中日先発メヒアね5回75球3安打6三振1四球2失点、まあこちらもね最低限の仕事してるからね、その中でね4回先頭ね野間フォアボール小園アウトになるけども、初球ね末金のレフトスタンドへツーランホームランっていうところで先制で、この9回にもね、ワンアウトから、菊池がツーベース、そしてワンアウト二塁から矢野がね、センターへのタイムリーヒットで、この1点ね結局大きかったね。最終回にはね、ワンアウトから、細川中田がね連続フォアボールで、ディカーソンのねファーストゴロの間に1点取るけども、この時のねファースト1塁間ね打った瞬間抜けるかなと思ったけども、ファースト田中康介ダイビングキャッチクッペ、あれ抜けてたら正直まだどうなるか分かんなかったからね、あれを取ってショートに投げて、でショートの矢野がファーストへ悪送球してね、まあ、その間に1点入ったけどもね、まあ、その後はしっかり栗林が襲えて勝ち切ったっていうところもあるけども、あの田中康介のねプレーあれめちゃくちゃ大きかったね。で阪神は中日は全体的に3安打だからね、これはちょっと、なかなかねこれはもう大瀬良のピッチングにね脱帽っていうところで、広島のね完勝だったんじゃないでしょうか。大瀬良のね素晴らしいピッチング、そしてね末金の一発、あの一発大きかったね。だからもう
ホームラン王いける素材だからね、なんとか頑張ってもらいたいなっていうところもあるしね。この前長野に会ったけど、長野もね、末金の活躍は喜んでましたよ。はい、そしてね、最後ね、田中康介の活躍、ね、非常に、完成されたね、広島の勝利だったんじゃないでしょうか。中日対広島、23日の試合2対1で中日の勝利というところで、この3連戦は、2勝1敗で中日の勝ち越し、首位広島が、負け越してから交流戦明け入るっていうね、まあこれでまた一気でセリーグもぐっと縮まっていくなっていうところではあるけども、広島先発玉村ね、6回84球6安打3三振無四球1失点で、中日松葉ね、6回103球4安打4三振1四球1デッドボール1失点と、まあ、両者ともにね、緩急つけながら丁寧にね、しっかり投げ切れたかなっていう印象はありますけども、中日はね、3回裏、先頭村松レフト前ヒットで、松葉仮してアウトになるけども、2アウト2塁から板山はね、センタータイムリーヒットでしっかり先制。しかしカープも、6回表に1アウト1、3塁から石原が犠牲フライで同点で追いつくけれども、8回に1アウト2塁からカリステのね、勝ち越しタイムリーで、まあ、2対1になるんだけども、まあ、カープとしたら、まあ、最後、チャンス結構多かったけどね、ヒット5本しか打ってないんだけども、何気にフォアボールとかもあって、こうね、4回にもね、先頭上本、内野安打。で、小園アウトになるけども、ドーバーチフォアボール。で、石原三振して、菊池のサードゴロを、高橋周平がね、ファンブル、エラーっていうところでちょっと後逸ね、したところで、2アウト満塁から矢野がね、三振っていうね、相手のミス、フォアボールもあってチャンス作るけども、1点取れず。で、6回にはね、先ほど言ったように1アウト1、3塁のチャンスを作って、石原が犠牲フライで最低限。で、7回にも、矢野、野間とね、2つのフォアボールでチャンス作るけども、2アウト1、3塁から上本が三振。ね。で、8回にも、堂林の内野安打、そして菊池のフォアボールでチャンス作るけども、またも矢野がね、2アウト1、2塁で三振とね、矢野は2回のチャンスで1本出ず。まあ、こういう時あるんだよね。選手としたらね、調子悪いんだけども、常にチャンス回ってくるっていうね。まあ、そういったところは、まあ、打順の兼ね合いもあるからね、監督の打順を変えるとかのね、打線のつながりを良くするっていうところは仕事かなっていうところもあるけども、カープは本当ヒットの割に結構チャンス多かったからね、そこに一本出なかったっていうところもあるし、ドラゴンズはね、そんなめちゃくちゃね、チャンスも多くなかって、ね、少ないチャンスをきっちりものにしたっていうところでは、この勝ちとしては大きいし、まあ、ドラゴンズとしたらね、その後斎藤光輝、松山、マルチネスをね、しっかり、リリーフが踏ん張ってっていうところもあるけども、ね、こういった接戦をね、最強のリリーフ陣でね、ものにしていくっていうところでは、中日としてはね、まあ、2対1、接戦に見えると思うけども、勝ち方としてはね、非常に今中日のね、できること、中日のストロングポイントを出したね、勝ち方だったんじゃないでしょうか。まあ、結果ね、ドラゴンズ、このカード2勝1敗で勝ち越しでした。あとそうそう、このね、斎藤光輝のところで、こう最後ね、ワンアウト一三塁のピンチを作ったところに、上本ね、三振取ってガッツポーズっていうのあったけども、ちょっとベンチのコミュニケーションね、この大塚さんがもうラインまたいで帰ってきちゃったから、もうそこからピッチャー交代認められませんよっていうところで、まあ、結果ね、ここ、斎藤光輝が最後三振取ったからよかったもののね、これ打たれたらね、本当にやばかったから、そういったところベンチのね、コミュニケーション、やっぱしっかりしていかなきゃいけないんちゃうかっていうね、ところもあるんでね、ちょっとミスコミュニケーション、そこら辺はね、勝ったからね、笑えるけども、負けてたらね、1対1になってたところもあるからね、しっかりやっていきたいなっていうところはね、感想としてありますね。巨人対ヤクルト、21日金曜日の試合、2対4でヤクルトの勝利というところで、巨人先発戸郷、6回119、6番7、3、4、3、9、3、失点で敗戦投手、いきなりの開幕戦負けは痛い。ね。で、ヤクルト先発ね、吉村、7回3分の1、114球、4安打6、3、4、3、9、無失点というところで、ね、交流戦の好調に、ね、向けて、ここから一気にね、上位にギューッとね、今5位のヤクルトと中日がかかったら一気にギューッて縮まっていくからね、そういった意味でもね、この交流戦明け、初戦ね、非常にいい形。ヤクルトはね、初回、先頭西川がね、ツーベース。で、丸山ゴリックバンデを決めて、ワンアウト3塁からね、長岡がタイムリーヒットっていうところで、4点でね、1点取るっていうね、速攻。そして4回の表にも2アウトからね、山田哲人がレフトホームラン。この1点大きかったね。そして、6回に、サンタナツーベース。で、ここ山田哲人のところで、戸郷がね、ワイルドピッチ。ワイルドピッチだけど、あれはね、キャッチャー岸田取らなきゃいけないよね。最初膝ついてないんだけども、ストレート来るって分かって、取るときに膝つくのはいいんだけど、そのね、ちゃんと来るかどうか決定しないのにね、先膝つくのが早すぎるのよ。だから若干それたときに、右足がロックされて、可動域が少なくて、動き幅短いから届かないのよ。だからね、膝つくのはいいけど、来るって分かって膝つくのはいいけど、来てないのに膝つくから下半身がロックされて可動域が少ないっていうね、これがね、どう違ったらできるか。
全国の少年野球教室で授いた少年野球のキャッチャーにしっかり教えてます。皆さんね、少年野球教室来てくれればどんなところが来ててもね、360度ねキャッチングミスしないようにねできる形指導ありますから、ぜひ野球教室参加してくださいね。っていうところであれ、やっぱりそれミスなんだよ。で、結局取れなくて、ワイルドピッチになって、で、山田フォアボール。で、ノーアウト一三塁からオスナがね、キャッチャーフライでアウトになるけども、ワンアウト一三塁からね、ここでツーボールワンストライクからね、確かツーボールワンストライクだと思うんだよね。そうそうそう。ツーボールワンストライクからね、中村悠平、スクイズ成功。かかって。ね。このやっぱツーボールワンストライクでスクイーズ大きかったよね。しかも三塁ランナーオスナだからね、セーフティースクイーズとかマドロッコシーやり方じゃなくて、ここねスクイーズをね選択したっていうところがね非常に良かった。これもダメ押しだったね。で8回にノーアウト1塁からねオスナがセンター前ヒットって4点目ね。まあ、この後ねノーアウト1、2塁からねさらに中村悠平三振、吉村送りバント、西川フォアボール、丸山ね三振というところで、まあ、もう1点ね取れればよかったけどね、ここはまあジャイアンツ踏ん張ったかなっていうね。で9回にはね、9回裏最後の攻撃でね、ジャイアンツ代打長野がね2点タイムリーツーベースを打つけども、まあここまで4対2でね、ヤクルトの勝利、エース戸郷をね打ち切るっていうね。だからまあ巨人としてはまあ唯一ね、唯一この初回ね先頭丸がツーベースで、ここで2番立岡レフトフライ、ここでアウトになってもいいけど、最悪やっぱ進塁だね、打たなきゃね。で進塁打打ってて、ここ1点取って同点だったら、まあ負けてたかもしれないけど、状況がどうなってたかっていうところで、まあ唯一ここだけ気になったかな。だから結局はね完敗って言ったところなんだけどね、ジャイアンツね。そういった意味でもね、ヤクルトね、初戦勝って、初戦終わったばっかりだけども、これで、セリーグは首位広島と、最下位ヤクルト中日 5.5 ゲーム差、どうなっていくんだろうね。どういう試合お楽しみに、はい、巨人対ヤクルト3対0ヤクルトの勝利というところで、ヤクルト先発サイスニード、6回85球5安打8三振1四球無失点、そして巨人先発ゴリフィン7回115球4安打9三振2四球無失点とね、両先発外国人素晴らしいピッチングの中だったけども、まあ、結局はヤクルトだったんだけども、両チームともに序盤チャンス作るけども主力が全く1本出ないっていうところで、初回もねワンアウト1塁チャンス作るけども村上三振、サンタナ三振、巨人も1回裏チャンス作るけどもワンアウト1塁から岡本がセンターフライ、岸田が三振ね。3回のもね、2アウトから長岡村上が、出塁してチャンスを作るけども2アウト1、3塁でサンタナが三振で、3回裏ね2アウト1塁チャンス作るけども岡本がライトフライでアウトっていうところで、両チームねこのクリーンアップに向けてチャンス作るんだけども1本出ない。その中でね、岡本は6回ね、ワンアウトからヒットがね、出たりっていうね、このちぐはぐさ感ね、このチャンスで1本欲しい時にね、主力が出ない。でも岡本はヒット打ってるっていう、このなんていうかね、このリズムの悪さね。その中でね、8回、ピッチャーグリフィンから高梨に代わって、西川ショートフライ、丸山三振と、左ね、完璧に抑えてる中で、長岡がね、ライトフェンス直撃のスリーベース、そして村上のインコースね、ツーシームを叩きつけてね、セカンドベース上ね、ショート内野安打ヘッドスライディングセーフ。グソレ。ね。で、その後、ピッチャー、ケラーに代わって、サンタナのね、バックスクリーンでツーランホームランっていうね、もう、これで、ね、3点。だから、結果ね、主力が、どっちが打ったか、両方とも、ね、両方とも序盤は主力がチャンスを潰しながら1本出ない。で、最後の最後に、ヤクルトの主力が打って勝った。ジャイアンツの主力は打ったけど、ランナーいなかった。っていうね、ところが最大のあやだったかな。ね。だから、まあ、どっちが勝ってもね、おかしくないような試合展開出してきてでしたけども、最後はね、主力の活躍っていうところがね、差を分けた一戦でしたかね。まあ、どちらも避けられないね。だって、高梨も打ち取ってるからね、勝負としたらね、そういった意味では、まあ、ちょっとね、勝ち運っていうのがジャイアンツにはなかったかなと。逆にヤクルトはね、その勝ち運の中、最後村上のヘッドスライディングっていう気合がね、勝利の女神を引き寄せたんじゃないでしょうか。結果ね、3対0、ヤクルトの勝利でした。巨人とヤクルト4対3で巨人の勝利というところで、このカード2勝1敗でヤクルトの勝ち越し。まあ、ジャイアンツはね、3連敗しなくてもね、良かったっていうところはあるけども、巨人先発またぎね、菅野がね、腰痛で登板回避っていうところで急遽先発。ヤクルト先発ヤフーレね。で、またぎは3回3分の1、73球、5安打5三振、2四球2失点。で、その後ね、赤星、船場様、高梨、ケラー、バルドナードと、まあ、前日ね、高梨ケラーっていうのがやられたけども、もうそこもしっかりリリーフで救いながら、まあ日曜日っていうのもあってね、出し惜しみすることなく全員使えたっていうところもあるし、投手陣全員でね、この菅野のちょっとね、登板回避をね、支えたなっていうところもあるし、ヤクルト先発ヤフーでね、3回4失点、ちょっと球高かったかな、全体的にね。
もう結構ゴールデンウィークぐらいからね、勝ち星拾えてないっていうところもちょっとヤクルトのね、苦しさではあるけども、あの前半戦のヤフーレの勝ちはどこ行ったんやっていうね、中で、巨人はね、初回先制っていうところで、ツーアウト一塁からね、岡本の打席、ヤフーレ、ボークで悪送球っていう、もう二重の、ボークだけで済んだセカンド前だったのにね、で、ツーアウト三塁になって、岡本がね、センターへタイムリーツーベースで先制。なかなか岡本もね、打線の絡み前日までなかったからね、こう初回からいい先制。で、3回にはね、ワンアウト三塁からヘルナンデスが高めのストレートね、うまく肘たたみながら、バッター一番落ちにくいところをね、ポール際にホームラン打つっていうね、ね。で、しかもこれで終わらなくてね、ツーアウト二塁からね、ツーアウトから大城がね、ツーベースを打って、吉川がね、タイムリーツーベースで、3点目をうまく打てる。これ良かったね。しかしね、4回表に、ツーアウト一三塁から、ピッチャーね、赤星、西川がね、スリーランホームラン、西川くんばっていった。ね。これで、いや、この流れのまま、巨人、負けるんちゃうか、と思ったけども、まあ、5回、6回、7回、8回、9回とね、フォアボールでランナー出すけども、ヤクルトはね、シャットアウトに抑えられて、で、しかも5回ね、ワンアウトから村上サンタナがフォアボールで出て、ワンアウト1塁から山田のね、センター、フェンス際ね、超大飛球、センターヘルナンデスがね、ジャンピングキャッチ取ってアウトだったけども、セカンドランナー村上がなぜか三塁ベースを回って、帰れないでね、ダブルプレーってなって、バッと。あそこはハーフウェイでしょ。ね。ワンアウトだから、ハーフウェイにいても、あれもしね、フェンス直撃で取れなかったらもう、ホームはね、楽々帰ってこれてんのよ。あそこまで慌てていく必要はね、全くない。まあ、このままね、残ってても、ね、その後ね、オスナがね、アウトになってるかもしれないけども、次、オスナっていうことを考えたら、この3連戦結構打ってるしね、ここで一気に逆転っていうところもあっただけに、この走塁ミスはね、かなり痛かったかなっていうね。そんなに慌ててどこに行くっていうね。しかしね、ジャイアンツはね、リリーフ陣も先ほど言ったように踏ん張ってね、3連敗しなくて最後勝てたっていうところは大きかったし、まあね、打つべく人が岡本がしっかりタイムリーを打てて、ヘルナンデスのホームラン、つかみ吉川っていうところのね、後続が続いて取れる時に取って、なんとかピッチャーでね、踏ん張った勝ちは大きかったんじゃないでしょうか。ヤクルトとしては村上の走塁がちょっとね、痛かった。はい。さあ、ということで、ベストライン発表していきましょう。まずは、パリーグから。ピッチャー、オリックス、エスピローザ、ピッチ、ね、キャッチャー、ソフトバンク、甲斐、北九の鬼です。ファースト、楽天、鈴木大地、つなぎの4番。セカンド、日本ハム、福田幸喜、シンデレラポール。二軍で不調だったのが嘘のよう。サード、楽天、浅村復活。ショート、ソフトバンク、今宮打撃好調。レフト、西武、ひいし、やるときやります。センター、ソフトバンク、シュート出ればソフトバンク強い。ライト、ロッテ、岡、ひろみ岡。DH、ソフトバンク、今度安定的。リリーフ、日本、杉浦、ゴッペイチ。セリーグ、ピッチャー、広島、大瀬良、安定的。僕より連れてんだ、すごい。キャッチャー、宇佐美打ってます。ファースト、ヤクルト、オスナ、完璧です。はい、セカンド、DeNA、マーキ。サード、広島、小園、バッティングは結構安定的に打ってます。はい、ショート、ヤクルト、長岡、印象的なバッティングの結果が生まれてます。はい、レフト、ヤクルト、サンタナ、もう常連です。センター、ヤクルト、西川、セリーグに来て勢い増してます。ライト、巨人、丸、はい。リリーフ、ヤクルト、田口、ピンチの場面で三振で抑えました。はい、さあ、ということでね、交流戦もあってね、レギュラーシーズン始まりましたけども、交流戦同様に、ホークスのね、強さは際立っている楽天がね、ちょっと一勝一敗、一分けでね、五分ってなって、もうちょっと押し上げたかったなっていうところもあるし、セリーグはね、カープが一勝二敗で巻き越してギュッと詰まったなっていうね、まあこれからね、この梅雨も入ってきますけども、コンディション調整しながらね、どこが抜け出すのか楽しみですね。それでは。